こんにちは。今日は当チャンネルでも初めて扱う製品、私もずっとレビューしたいなと思っていた製品なんですけれども、こちらのネオ東京のミラーカム3、こちらの新製品のご紹介をします。こちらは2月末に販売予定となってるんですけれども、今予約割ということで通常 32,800 円の製品になるんですけれども、今 29,800 円での予約注文ということで受け付けておりますので、ぜひ興味のある方は概要欄に詳細貼っておりますので、ご覧になっていただければと思います。こちらの製品はですね、ゴムバンドタイプの製品なんですが、ゴムバンドタイプとは思えないような製品となっております。で、私これ初めて扱うので、おそらく今回のこのレビューというのがかなり斬新な私なりの評価を皆様にお伝えすることができるかと思いますので、ぜひ興味のある方はご覧になっていただければと思うんですけれども、私のチャンネルはマックスウィンの製品が結構多かったりするんですけれども、あちらは純正交換タイプのミラーが多かったんですが、純正交換タイプと比べるとどうしてもゴムバンドタイプって安っぽさを感じるんですけども、このネオ東京のミラーは全くその辺を感じさせないミラーとなっております。このネオ東京の製品の一番の特徴って何と言いましても、この縦方向の幅が非常に広いということです。で、それによってここにハーネス類がついているわけなんですけれども、このハーネスがしっかりと隠せるような仕様になってるっていうのが、このネオ東京のミラーがゴムバンドタイプであっても安っぽさを感じないというところが、この製品の大きな特徴になってくるんではないかと思います。で、実際こうやって私の車にこうつけてみても、私の場合ですと純正交換タイプのミラーをかなりの割合でレビューさせていただいておりますし、純正交換タイプのミラーの方をおすすめするんですけれども、ゴムバンドタイプでも十分だっていうぐらいのレベルに仕上がってるくらい、非常に質感の高いものとなっております。で、今回はこのモニターが抜光仕様になったということになります。抜光仕様になったということで、じゃあどのぐらいの輝度になったのかと言いますと、なんとこれ1200カンデラということで、以前ご紹介させていただいたマックスウィンの A002 と同じ輝度値を誇っているスマートミラーとなっているということが、まあ、今回のこのミラーカム3の最大の特徴、セールスポイントになってくるということになります。で、正直ですね、1200カンデラでこのゴムバンドタイプで、かつ今ですと予約割 29,800 円という金額になっていて、3万円を切る価格でこの輝度値を誇っているミラーというのは今までありませんでした。なので私自身もこう製品のレビューいろいろさせていただくんですけれども、やはりどうしてもいいところ悪いところっていうのがあって、なかなか忖度を全くしないでレビューするって正直難しいところもあるんですけれども、この製品は全く忖度する必要のないぐらい非常におすすめできる製品であるということを皆様にご紹介できるかなと思います。で、まずこちらの製品の仕様を見ていきたいと思うんですけれども、フロントカメラについてなんですが、前にカメラが今ついているんですけれども、こちらはソニーの IMX307 センサーを内蔵しております。解像度は 1920×1080p、 フレームレートは 27.5fps となっております。リアカメラは同じフロントカメラと同様で 1920×1080p、 フレームレートが 25fps、 フロントと同様で IMX の307センサーを内蔵しているモデルとなっております。次にこちらのミラーの本体になるんですけれども、このネオ東京のモデルはゴムバンドタイプでありながらも、幅自体もナローサイズになっていて、純正のミラーと大きくサイズが変わらないものとなっております。なので、Nボックス 等のバイザーの幅が狭い車でも使えるというところもすごく大きなポイントになるかと思います。このモニター自体の解像度は 1920×480p ということになっていまして、輝度がなんと1200カンデラということで、マックスインのあちらは純正交換タイプになりますが、A002 と同じ輝度を誇る
ミラーということになっております。なので、この本体の定格入力ということで、電圧は 5V なんですけれども、3.5A まで上げられているものとなっております。で、作動温度自体も、まあ、輝度自体がちょっと高くなってますので、若干、この発熱度合いっていうのも気になるところではあるんですけれども、作動温度としてはマイナス25度からプラスの75度ということになっております。また、収録する上で、マイクロ SD カードがどの程度まで使えるかということなんですが、最大 128GB まで対応しているということになっておりまして、また動画フォーマットはファイルが壊れにくい TS 形式となっております。仕様についてご説明させていただいたんですけれども、ミラーカム2との違いでということでご説明をさせていただきますと、リアカメラのケーブル自体が7メートルだったのが、今回は 1.5 メートルプラス6メートルということで、分割式になっているというところが、今回異なっているポイントになっています。また専用ケーブルなんですけれども、こちらはまだ販売の方が開始してないんですけれども、このミラーカム3になって、オプションのパワーケーブルというものがタイプ C に今回変わったというところが、大きな違いです。で、またご紹介した通りなんですけども、輝度が今回、大幅に上がっているというところが大きく異なっているポイントになっております。当チャンネルでもこのネオ東京の製品初めての方もいらっしゃると思うので、インターフェースを見ていきたいと思います。で、こちらをタップしていただきますと、このような形でコマンドが出てきます。で、このような形でフリップしていただきますと、後ろ、前、それから前後ろということで切り替えができるようにもなっております。また上下方向にももちろんなんですけれども、アングル設定っていうのができるようになっておりますし、もちろん前もアングル調整ができるようにもなっております。で、またこちらはオート輝度調整がついておりまして、ここにセンサーがついているんですけれども、ここ見ていただくと、はい、閉じていただくと今暗くなったと思うんですけれども、このような形で、これ非常に輝度が高いモニターとなっておりますので、昼間のこの1200カンデラの状態で夜使うとすごく明るく感じていいという方もいらっしゃるとは思うんですけれども、そのままだと明るすぎるっていう方もいらっしゃると思うので、まあオート輝度調整というのもついております。で、またこちらです。ズーム機能もついているということで、リアの距離感を埋めてくれる機能設定というのももちろんできるようになっております。これ今、ここ見ていただくと、オート、A って書いてあるんですけど、これ、オート輝度調整になってますので、今これ、効かない状態にはなってるんですけれども、こちらの設定項目を開いていただきますと、こちらに、自動輝度調整のオンオフの設定項目があります。ここをオフにしていただきますと、はい、このように、ここのところで、マニュアルで操作するということも、可能ということになります。このような形ですね。操作するということも可能になります。ここでもオート、マニュアルということで調整ができるようになっているので、すごく便利なんじゃないかなと思います。またちょっと前後するんですけれども、ズームに関してなんですが、これ、2段階で切り替えができる、MAX-E の A001 と同じ方式になっているんですけれども、事前にこちらで設定をします。こちらのリアカメラズーム設定というところがあるんですが、ここで最大、私も初めてやるので、はい、20×20 まで、20段階まで設定することができます。で、はい、これが標準の状態ということで、切り替える画面としては、まずはこの状態と、で、どの程度まで距離感を埋めたいかによって変わってくると思うんですけれども、例えば、極端な例で、20×20 にします。そうしますと、はい、これが標準の状態なんですけれども、ここを押していただくと、即座に ×20 の、状態で表示がなされるように
なるということになります。また、詳細の機能としては、上が SD カードの容量ということで、ここで SD カードのフォーマットもできるようになっております。で、ループ録画も1分、3分、5分ということで、こちらはまあスタンダード、通常のドラレコと変わらないかと思います。衝撃センサーの感度の運転中ということで、こちらもオフと中、低、中、高と設定ができます。で、リアカメラのズーム設定は先ほどご紹介した通りになります。ディスプレイの表示設定、自動消灯、常時、テントと2つ選べるようになっております。で、先ほどご紹介した通りで、自動起動調整のオンオフ設定、また音量、オフ、低、中、高。電源を立ち上げた時の初期の画面の表示です。前、後ろ、前後。リアカメラの上下反転もできるようになっておりまして、リアカメラの鏡像設定っていうのができるようになっています。フロントに関しては設定ができないので、ご注意いただければと思います。また、駐車監視のガイドライン表示、それからアイコンのオンオフ、で、製品マニュアル。ネオ東京さんの製品の特徴としては、このように、必要なものに関してはオンライン化されているということになりますので、製品マニュアルに関しては QR コードから拾っていただいて、携帯でご確認いただけるということになっております。次に、スマートミラーの見え方ということで、日中特に見えにくいスマートミラーが多い中で、今回こちらは抜光仕様となっております。なので、日中のモニターの見え方、また、もちろん、夜間に関してもモニターの見え方についてご紹介をしていこうと思います。それではですね、実際の見え方ということで、まずは昼間インプレッションしていきたいと思います。これ今すごい逆光になってるような状況なんですけれども、通常のスマートミラーですと、輝度が低い。また、このモニターの輝度だけじゃなくて、カメラ自体の映像のコントラストとあるんですけれども、その色合いによっても明るいとか暗いとか、映像の明るさの違いっていうのが出てくるわけなんですけれども、こちらのネオ東京のこのミラーカム3に関しては、今これ逆光の状態になってるんですけれども、非常にくっきりと見えるのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。ラブンの方でもブログを掲載しているんですけれども、あちらの方は124スパイダーということで、ラブンの車輸車なんですけれども、オープンで使っても、モニターの視認性というのは非常に高いよということで、編集長が書いているんですけれども、もちろん、こういったノアボクシー、ファミリーカー等でも、十分に視認性というのは高いと。ちょっとライト。消し忘れちゃったんですけれども、見ていただきますと、今度は後ろから火が当たってるような状態なわけなんですけれども、こういった状況下でも映像がくっきりと見えるのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。それでは夜間のミラーの見え方ということでご紹介をしていきたいと思います。こちらのミラーなんですけれども、昼間はこのモニターの輝度、最大1200カンデラという非常に高輝度、非常に抜光仕様となっているわけなんですけれども、夜間眩しすぎないのかっていうのがすごく気になるところかと思うんですけれども、実際今運転していて眩しさというのは全く感じないということを皆様にお伝えすることができるかと思います。また、輝度だけではなくてカメラ自体の仕様、具体的には HDR 補正がしっかりとなされているかどうかによっても、このスマートミラーの眩しさっていうのが変わってくると思います。後ろに今、車が追尾してきておりますけれども、HDR 補正が効いてない状態になりますと、このヘッドライトの乱反射が非常に強くて、その状態で眩しさを感じるということがあるわけなんですけれども、カメラの映像自体もしっかりと補正されているということから、眩しさを感じず、夜間でも後方の視界が非常に良好な状態で安心感のあるドライブができるということを皆様にお伝えすることができるかなと思います。また、こちらをタップしていただきますと、ここのところですね、輝度、
自動調整がついているんですけども、マニュアルで設定することもできて、これだとちょっと暗いよねっていう方がもしいらっしゃった場合というのは、このような形でマニュアルで調整するということも可能になります。これによって今現状は1200カンベラということで非常に明るい状態になっているわけなんですけれども、夜間でもこれだけ明るい輝度にしたいという方にとっては、こういった設定もありかなと思います。で、ここをまた押して、タップしていただきますと、オートに戻るということで、オートですと今一番最低輝度になっているといった状態となっております。こちらの昼夜の収録動画をご紹介していこうと思います。もちろんミラー上でも見れるようにもなっておりまして、はい、このような形で収録動画、見ることが可能となっております。これ今、フロントの画像になっているんですけれども、こちらを切り替えることによって、リアの収録動画を再生することができるようになっております。また、ファイル名は時刻で刻まれておりますので、収録動画も非常に探しやすくなっていると思います。またこちら押していただきますと、イベント録画が収録される項目。でこちらを押していただきますと、静止画が収録される項目となっておりまして、動画自体も非常に見やすく、探しやすいものとなっております。まずは昼間の収録動画からご紹介していきたいと思います。それではまず、昼間の前方の収録動画になるんですけれども、解像度は 1920×1080p、フレームレートは 27.5fps となっております。また視野角は水平の102度となっております。また前方の車のナンバー認識なんですけれども、今前に K の車が止まっておりますけれども、しっかりとナンバーの認識をすることが可能であるということがお分かりいただけるかと思います。またトンネル出入り口での明暗差の違いが出てくるわけなんですけれども、その時の HDR 補正、白飛びがどうかということなんですけれども、前方の状況がしっかりと確認できるということで、HDR 補正もしっかりと機能しているのがお分かりいただけるかと思います。続きまして、昼間の後方になりますが、解像度は 1920×1080p、フレームレートは 25fps となっております。また、視野角は水平の112度となっております。ナンバー認識精度ですが、後ろにフォレスターが止まっておりますが、ナンバーの認識はしっかりとできるのがお分かりいただけるかと思います。また、トンネル出入り口での白飛び HDR 補正なんですけれども、しっかりと後方の状況も収録できているのがお分かりいただけるかと思います。続いて、夜間の前方の収録動画になりますが、今、交差点で停止しておりますけれども、赤信号、LED 信号対応で状況証拠の収録が可能となっているのがお分かりいただけるんではないかと思います。また、暗い場所での明暗差の違いが非常に気になってくるところなんですが、WDR 補正によって黒つぶれもしっかりと抑えられておりまして、周囲の状況も収録できているのがお分かりいただけるんではないかと思います。夜間のナンバー認識なんですが、前方のナンバープレートにヘッドライトが映し出されて白飛びが気になるところなんですが、しっかりと前方の車のナンバー認識もできているのがお分かりいただけるんではないかと思います。最後に夜間後方の収録動画になりますが、後方の車のナンバー認識もしっかりとできるということがお分かりいただけるんではないかと思います。また、後ろの車になりますとヘッドライトが照らされる状態になるわけなんですけれども、しっかりとヘッドライトの防眩効果も得られておりまして、明暗差が少ない動画の収録ができているのがお分かりいただけるんではないかと思います。また、歩道等の暗い場所での黒つぶれも非常に少なくなっておりまして、周囲の状況がしっかりと収録できているのがお分かりいただけるんではないかと思います。はい、ということで今回なんですけれども、こちらのネオ東京さんから新しくリリース、今現状では予約販売ということで、通常価格 32,800 円のものなんですけれども、今現状ですと 29,800 円ということで、今、販売の方を、予約販売の方をしておりますが、こちらのスマートミラーは、多くの YouTuber さんからも私このネオ東京さんのミラーの方を見させていただいてるんですけれども、使ってみて予想以上にいいものであるということがよくわかりました。
まあ、特にスマートミラーとしての機能性ということで今回1200カンデラの輝度値を誇っておりまして、前後通常のフル HD で IMX307 センサーを使っているんですけれども、スマートミラーとしての機能性としてはダントツの機能性を誇っておりますし、またゴムバンドタイプ、純正交換タイプじゃなくてゴムバンドタイプでもいいよというふうに思わせてくれるような質感を誇っているということで、こちらはもう迷わず皆様にご提案できる、おすすめできる製品であるということをお伝えできるかなと思います。こちらの製品に関してなんですけれども、今現時点、収録している時点で、先行予約の販売枠が407個となっておりますので、ぜひ、今ですと 29,800 円での予約販売ということで、通常よりも安く購入できるようになっておりますので、ぜひお早めに購入のご検討をいただけると幸いです。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。